はい、おはようございます。カンピオネの辰巳です。はい、そしたら今日は100メートルね、100メートルを早く泳ぐための陸上トレーニングってやつをね、一緒にねやっていくんでね、で大体15分ぐらいね、15分ぐらいで終わるんでね、ちょっと一緒にね頑張っていきましょうね。でまずこのね、今日やるねやつを、まあ、みんなで週2回ね、週2回自分でしっかりとやってもらったら、今ねコロナで自粛中やねんけども、たとえ泳げなくてもね、結構ね自分のね能力を維持できたりとかね、またはそれ以上に高めることも可能になるような陸トレをやろうと思ってるんでね、しっかりね頑張っていこうね。はい、偉そうに言うたけどはい、でまずスペースあるかな、手回せるスペースねあるか、ちょっと確保してくださいね。ね、はい、行けました。はい、でしゃがんだりね、ね、こうジャンちょっとジャンプしたりとかできますか。はい、行けます、天井とか大丈夫かな。はい、まあ、そのスペースあったら大丈夫なんでね。はい、そしたら最初ちょっとねウォーミングアップがてらちょっと軽く泳いでいきますね。はい、ね、バタフライから順番に泳いでいくねんけども、自分のホームでしっかりとちょっとやってみてください。しっかりホーム、ほんでもう一個は実際にほんまに水をかいてるようなね感覚をイメージしながらね、手をちょっと回していってくださいね。で手は立った状態でこう回してもいいし、前かがみになってやっていってもらっても OK なんでね。そしたらバタフライから10回やっていきます。よーい、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、オッケー。はい、今度バックね。バックいくよ。よーい、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。はい、オッケー。はい、平泳ぎね、よーい、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、オッケー。しんどくない？大丈夫？無理せんようにね。ほんで負荷かけるんやったらちょっと気をつけてやってほしいけども、ちょっとマスクしながらやるとかでやってもらったらよりね負荷はかかってくると思うんで、まあ僕はちょっと マスクやったらもう死んでまうからね、普通でやるけどもね。はい、クロールいきます。よーい、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。いけた？大丈夫？手は大丈夫よね。はい。はい。で、これ後でしっかりとちょっと泳いでもらうからね。はい。で、これはまずひとまず置いといて、はい。次ね。はい。よいしょ。はい。そしたら、次はちょっと3点スクワットってやつやっていきますね。今から、ちょっとサーキットトレーニングをするんで、ね、それの、動作を覚えてもらうっていう意味と、ウォーミングアップを兼ねて、ちょっとやっていきますんで、ね。で、普通の3点スクワットっていうのは、こういう1、2、3、2、2、3でやりますよね。はい。で、これ、水泳の局面にこういう動作っていうのが、多分ないと思うんで、ね。はい。この前に、横に出すキックを前に出してください、ね、こうね、こうの前じゃなし、斜め前に出していく
これバランスいるからね、バランス感覚いるんで、こうね、はい、でまずこれできるかな、よやってみようか、一緒に10回で、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あんまり上半身ぶらさんようにね、はいはい、今のでやっていきます、こうね、1、2、しゃがむ、2、2、しゃがむ、3、2、しゃがむ、はい、これを5回一緒にやっていきます、ね、はい、いきますよ、はい、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、あ、いけた？はい、で、これね、ちょっと覚えておいてください、はい、ほな次まっすぐ伸ばしていきますね、で、手を後ろにつきます、はい、で、この状態で約10センチぐらい足を上げた状態で、ほんでバックのキックですよね、バタ足で蹴っていきます、はい、まずこれできる？一緒にやろうか、10秒間はい、上げて、よーい、はい、10秒間ね、はい、5秒、で、これも足の甲で水蹴ってるというイメージでね、はい、OK、 いけますよね、はい、で、これに手をつけていきますね、自分で1、2、3、4、5、1、2、3、4、5ね、はい、これでやっていきます、いけますか、ちょっと一緒にやっていきますね、バタ足打て、よーい、はい、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、はい、 OK、 これを組み合わせていくんで、はい、いけるかな、はい、でこれ腹筋もね鍛えていくし、バタ足もね鍛えていけるんでね、はい、なら今からウォーミングアップも終わりなんでね、やっていきますね、はい、でまずサーキットね、サーキットを70秒間頑張っていきます、70秒間頑張って、ほんで50秒休憩して、ほんでさっきのね手でエアースイムやりましたよね、シャドースイムね、あれを1分間頑張っていきます、でこれを1セットとして2セットやっていきますんで、ね、ほんでサーキットはさっきのやつね、3点スクワットね、1、2、しゃがむ、2、2、しゃがむ、3、2、しゃがむ、ね、でこれを3回やってもらって、バタ足で1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ね、これを繰り返していきます、70秒間、ね、でこの70秒間というのがちょっとポイントで、ね、でこれを最初から全力でいってくださいね、最初から全力、ね、でそれ全力でね行くことによってね、まあ70秒間、1分10秒間やね、1分10秒間ね、もうどんだけ全力で動いても耐えれる体力っていうのをまずこれでちょっと鍛えていきますね、はい、でこれをやって50秒休憩して、エアースイムの方でダッシュね60秒間やっていくねんけども、でこれは100メートルの実際のレースだと思ってしっかりちょっと泳いでください、ね、自分の得意種目で OK なんで、ね、はい、ほなやっていこうか、はい、まずほなやっていきますね、このサーキットからね、70秒間ね、まだやで、はい、10秒前、はい、5秒前、よーい、はい、
よいしょ。はい、30秒。はい、あと20秒ね。はい、頑張ろう。はい、あと10秒。はい、OK。 大丈夫？いける？あー、きついな。お水飲む人飲んでや。はい、30秒前。はい、今度エアスイムね。で、15秒ずつカウントするんで、ラスト10名、15名、ラスト15秒でしっかりテンポとか上がっていくような感じで、しっかりと100メートルを想定してやってください。よっしゃ、はい、5秒前、よーい、はい、はい、15秒、はい、30秒。はい、こっから後半ね。さっきのサーキットが効いて息も上がってきてると思うんで、しっかりとここで丁寧に、はい、はい、ラスト15秒、ラスト10秒、いけるで、しっかり頑張って、あと5秒。はい、OK。 よっしょ、ちょっと1分半休みます。あと1セット今のねやっていきますんで、ああ、きついね。はい、よいしょ。で、2セット目ね、さっき 1本目のやった回数ありますよね。はい。まあ、なるべくあれよりも多くできるようにね。多くこなせれるように頑張ってください。で、これに関しては、さっきも言うたけども、最初から突っ込んでいくね。最初から全力尽くして70秒間耐えれる体力っていうのを、ちょっと作っていくんでね。はい、呼吸整えてね。僕が一番呼吸整えてへんけど。はい、20秒前。頑張るや、いけるね。はい、5秒前、よーい、はい、で、切り返しも早くね。この、ここも素早く。はい、30秒。はい、あと20秒。
はい、あと10秒。はい、オッケー。はい、よう頑張りました。はい、最後これで終わりやからね。エアスイムで終わりやから頑張っていこう。呼吸整えてね。はい、5秒前いくよ。よーい、はい。はい、15秒。はい、30秒。はい、ラスト15秒。これしっかりラストスパートと思ってしっかりね。はい、10秒。はい、あと5秒。はい、オッケー。あー、しんどかった。汗めっちゃかいな。お疲れさーん。イエーイ。はい。んで、今日ね、これで、また終わりなんで、ね。で、またクールダウンとかストレッチとか、ちょっとまあ、しっかりやってください。ね。ほんで、まあ、今からね、例えば、10年ぐらい、ブランカって今からもう一回ちょっとやりたいなという人にもこの動画ね、紹介してあげてください。で、こういうのを陸上でやっていくと、スイムの、練習の時の戻りっていうのもね、非常に早くなるんで、ね。で、それと、まあ、社会人ね、なって、ね、ほんまは2ブレンでプール泳ぎたいねんけどもっていう時あるよね、やっぱりね。はい。ね、で、その時でもやっぱり、仕事の関わりで一ブレンになってしまいがちな時も多いと思うんやけども、でこういうトレーニング15分ぐらいでいい、15分できたら15分以内でね、できるこういったトレーニングをね、ちょっと1個入れてもらったらね、それでも十分2ブレンやったような感じになると思うんでね。はい、それでちょっと頑張っていきましょうね。はい、今日はありがとうございました。ではでは。